スティーブ・クロッカー、スティーブ・クロッカー、スティーブン・ディ・クロッカーは、リクエスト・フォー・コメンチシリーズの考案者で、初期の RFC などを書いた人物である。カリフォルニア州パサデナ出身。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で学士号と、PhD を取得。ICANN の運営委員会議長を務めている。その例明期から、インターネットコミュニティで働いている。年代。 UCLA の大学院生としてアーペネットプロトコル群の開発に携わり、それが後のインターネットの基盤となった。この業績により2002年に IEE インターネットアワードを受賞した。UCLA ではコンピュータプログラミングの上級コースの講師を務めていた。高校教師にデジタル処理とアセンブリ言語によるプログラミングを教えるもので高校で 同様のコースを開催できるようにすることを意図していた。高校生も何人か参加していたという。クロッカーは、また、新たに結成された UCLA コンピュータクラブでも活発に活動していた。高等研究計画局のプログラムマネージャー、USC の情報科学研究所での上級研究者、ザイアロスペースコーポレーションの計算機科学研究所、創設時の所長、 トラステッドインフォメーションシステムズの CTO などを歴任。1994年、サイバーキャッシュ、インクの創設に参加し、CTO を務めた。1998年、DSL ベースの ISP である、エグゼクティブ DSL を創業し経営。1999年には、ロンジェトゥードシステムズを共同で創業して一時期、CEO を務めた。 2012年現在、研究開発企業シンクロの CEO を務めている。スティーブ・クロッカーは ARPA のネットワークワーキンググループ結成に尽力し、それが後の IETF の母体となった。IETF のセキュリティ分野の責任者、インターネットアーキテクチャ委員会の委員、ICANN のセキュリティ、安定性諮問委員会委員長、インターネット協会の運営委員など、 インターネット関連のボランティア的地位も務めていたことがある。ありがとうございます。